まあ大変なあの減収ですね市町村はまあ多分、予算が組めないところが続出していくるかもしれませんね、国民民主党が訴える年収103万円の壁の見直しをめぐり、愛知県の大村英明知事は昨日の定例会見で県ではおよそ960億円の減収が見込まれると明らかにした上で国が補填するべきだと話しました。 財源が穴ないってでもええよという人は、誰一人おらない,い,いないと思いますので、え当然補填してちょうだいねと、それ,それはセットだよねと、えそれでもいや,いや強行するっていうんだったら、それはみんな反対するでしょうな、ね、反対と、反対と、そんなもんは通すなと。また、県内の市町村全体では、およそ1850億円の減収が見込まれるということです。